はい、今日なんですけど予告していた通り LA ゴルフのウッドを試打したいと思います。まず自分の適正ウッドで振動数3の違いがあるのかっていうところの検証したいと思います。適正がさ、はい、55R ってことは一番下やん、はい、一番下から始まんねんってやばない？やばいっすね。硬くなっていく一方やからな。これやばいなぁがないですもんね。だって僕の適正が260やのにもう262で出とるからやばいな。これがギリギリだろうぐらいの、これでも振っていかなしんどいだろうぐらいのスペックやから、かっこいいですね。そうね、見た目は最高やね。はい、じゃあ打っていきたいと思います。はい、 55R 打っていきたいと思います。いける。いけます。振り感よし。はい。まあこんなもんか。そうね。多分アタックアングルがこう。なんですか、こう立って入ってくるから、ちょっとでもスピン量多いな。そうですね、なんか出球が上がってくれないような感じ。うん、僕みたいに球が低い選手じゃなくて球が高くて悩んでるみたいな選手とかすごいいいかもしれないですよね。うん、はい、じゃあ 55S 検証していきます。これは打ってみよう。でこの後振動数3の差を X と TX の、そうですね、それを検証してみよう。うわ、しっかりさ、これ272とかですもんね。普段 S を使いたいという人はこれです。どうしても S じゃないとみたいな方はこれってことですよ。R では自分では許されへんという人はもうこれで。結構しっかりしてます、ほんまに。やれ、こんぐらい振らんと。振った、振ったっていうかインパクトをしっかり締めました。うわー、硬いの振ったら絶対左行くな。無理してますから。ああ、もう絶対そうなんねん、はい、多分な。こうインパクト負けんように、うん、開かんようにと思って打つから、硬いの打ったら左行きますね。やっぱもうこの辺はちょっと無理やな。だから左にこんだけ行くってことがオーバーステックってことですね、うん、僕の場合。43、4ぐらいはやっぱちょっとしんどいかもしれんね、S は。そうですね。5でもしんどいかもな。46あたり出るんやったら。6ぐらいやったら S かな。握力もいると思います、こんだけ硬かったら。確かに。ほんじゃあ振動数3の差を。ちょっと70無理やから、70いってみる。70いってみます、逆に。せっかくやし、75X と 75TX のさ。はい、じゃあ 75TX から準備しました。 75X、 はい、じゃあ 75X。 さっきから 20g 上がったら、まずこれがどうやねんという話やけどな。え、しならないです。これをどう感じるかや。重いし、しならないです。ベンタスブラックの 7X の長尺打てたぐらいやから。いや、あのリップの時ぐらい、なんていうんですか、重く感じてますね。あ、音がちゃう、もう。最悪やな、なんかほんまに無理って感じやな、これ。挙動が、球の挙動がですね、もう全然無理な球やな。無理して振ってるけど全然あかん。球がよれてますもんね、うん、なんか力ない球みたいなのが、棒玉みたいなんで飛んじゃう、ね、こう打ってる、うん、だから打ち出し角も結局やっぱり低いじゃないですか、理想より。なスピン量も少ないしな、かからんか、適正じゃないですね、なんか。まあ適正じゃないんはもう100も承知。え、バレてます。これと TX の差よ。あ、振動数変わらんから。はい、じゃあ 75TX、 はい、打っていきたいと思います。振動数300、3の差、300です。297と300の差を、いや、でも違うっす。違う、でも違うっす。どうちゃう、それを知りたい。ちょっと待ってください。
こっちの方が持っていかれます。なんかスイングが、うん、うわーってシャフトに振られてる感覚。うーん、さっきのより、さっきのも自分のスイングはできてないですけど、こっちの方がもっとシャフトに遊ばれてるような感じです。あの鉄の棒を振ってるみたいな感じ、もしかして練習器具とかだよね、重いのとか。あー、それに近いかもしれないですね。この巻きついてこないです、体に。もう向こうに行ってしまいそうな感じになるんですね。まあ、硬い方が飛びかねへんからな、反発が強いから、触れたら。いや、重すぎるっす。デシャンボーちなみに 75TX なんですかね。知らん。何もなんですかね。あら、いったんなんか良さそうやったけど、今一球入魂で打ちましたよ、僕は。あかんやん、ええの出たらあかんで、これ。え、まあでも飛ばんな。行ったと思ってもこういう 数字しか出えへん。今僕一番飛ぶとこというか、一番球上がるここ、この辺に、この辺で打ったのに、それでようやく17度。ヘッドスピードいつも通りぐらいのにな、飛べへんな。飛ばないっすね。合わへんやつって飛べへんねんな。結構振って結構いいとこ当たってこれですからね。241ですからね。きついな。これは長尺かもね。あー、なるほど。もしかしたらめっちゃ面白いこと言った。やらんけど、45.25 で組むんじゃないんかもしれない、もしかしたら。デジャンボ長いかもよ。確かに。もしかしたら、僕の場合で言うと 50S を多分2インチアップとか 47.25 で組んだら260ぐらいで多分出るんですよ。ええかもしれんな。多分僕の場合だとそれぐらいになるんかなっていう感じですね。っていうぐらい LA はハードっす。リップとどっちが。あ、リップです。リップ。それは全然リップ。あ、そう。11ぐらい振動数の差ありますね、これでも。リップ何が怖いって、90までありますもんね、うん、90TX まで、95TX まであるからな。そこがリップの末恐ろしいところなんですけど。でもレンタスブラックと、はい、これやったら多分一緒ぐらいかな、フレックスですね、数字的に。数字が、ただレンタスブラックの方がまだ触れる感じはありますね、僕の中では。うん、もうちょっとアタックアングル立って入ってきますね。だからハードヒッター向け、もうちょっと。いや、すごいな、すごいシャフトやな。いや、まあただただ僕思うのかっこいいです、ほんまに。そうやな、まあ、質感もすごい、まあ、アマチュア向けではないかもしれんけど、いいとも言い難い。そう、いいとも言い難いです。僕がいい数字で打ってないからいいとも言い難いですけど、他にもレビューしてる人おるから、それ見てもうた方がええかも。そうですね、多分プロやと思うから。とか、まあうちで言ったら、まあノスケに打ってもらってもいいかもしれないですよね。そうやな、しっかり触れる人の方が、うん、ちょっとアマチュアでは判断しにくいな。そうですね、ハードすぎるわ。いいシャフトなんでしょうけど、ちょっと扱いきれない感じが、うん、ちょっと厳しいな。そうですね、まあ、55S は打てたけどね、俺。あ、本当や、打てましたね。全然違和感なかったけど、まあ、そういう人もおるということ。はい。その上は打ってないか知らんて。確かに、この CPM3 の差はね。それは知らん。さっき気づきましたもんね、うん、ということで。はい、ということでこの動画を終わりたいと思います。今日の動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サイト PayPay も楽天市場に出店しております。 YouTube ライブでショッピングをしておりますので、よかったら見てください。ありがとうございました。皆さん参考になればいいと思います。はい、ならんかったらうちに来てください。はい、ありがとうございました。はい、2021年10月16日にコンペが決まりました。いつもお世話になってる紀ノ国カントリークラブで、はい、のすけチャンネルも来ていただいて合同で決まってるんですね。費用なんですけど、費用、はい、プレー費、プレー費、昼食費、昼食、会食費込みで15,000円。そう、6月いっぱいまで予約です、ね、取ろうかなと思います。応募フォームをね、もう早急に作らせていただこうと思うので、そこから飛んでいってください。じゃあ10月16日みんなでお会いしましょう。お会いしましょう。
ャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。